また渡れんかった。マサ、この信号を渡りてえのか。まあ。ここの信号は変わるの早いからな。次青になったらおぶってやるよ。いや、お兄さんの好意はありがたいんじゃが、お気持ちだけ受け取らせてもらうよ。だがこのままだと渡るのはきついだろう。いえね、私は死ぬまでは絶対に自分の足で歩き続けると決めておるんよ。車にだって滅多なことじゃ乗らん。それはまたある意味徹底してんな。だから背負ってもらわんとも、こんな信号くらい渡ってみせますわ。そうか、まあそういうことなら。あ、青だ。よし、梅子、渡るぞい。では。また渡れんかった。もう道を変えて信号のないとこから向こうへ渡った方が早いんじゃねえか。いや、それじゃあ私が信号機に負けたみたいで悔しい。はあ、なんとか自分の足で渡りたいんじゃがのう。どうにかしてやりてえが、今の俺じゃちょっと力になれそうにねえな。気にせず、お兄さんは先に行っとくれ。私も今日は帰りますわ。
して。なあ、お
ごめん。ねえ。ん？よ。ありがとう。それじゃあ。おう。おう。お。おい。あの、はい。ありがとうございます。おう。
まさかまだ渡れていなかったとは。渡りたい。渡れない。ばあさん、まだ信号で苦戦してたんだな。ん？おお、兄ちゃんか。そうなんよ、いいところまでは行くんじゃが、もう少しのところで信号が点滅し始めてな。はあ、私が JK だった頃は陸上大会でいつも1位でな、伊達梅ちゃんなんて呼ばれとったのに。今じゃ信号もろくに渡れん老いぼれになってしもった。もう一度でいいから早く走ってみたいの。ばあさん、若い頃走りに自信があったから余計に自分の足で進むことにこだわってたんだな。あの伝説のキムチで道が開けた連中もいた。信号が変わるタイミングでこのばあさんにもキムチを食べさせてみようか。ばあさん、信号が青になるタイミングでこれを食ってみてくれ。なんじゃこれ、キムチじゃないか。まあちょっとばかし刺激が強いが、これを食えばあの頃みてえに早く走れるかもしれねえ。正直言っている意味がまるでわからんし、他の男に言われたら断るところじゃが。あんたはずっと私を気にかけてくれているし、まっすぐな目をしとる。きっと何かあるんじゃろ。信じるぞ兄ちゃん。お、渡れたじゃねえか。やったな、ばあさん。いや、辛いやら嬉しいやらで涙が止まらんよ。でもあの頃に戻ったみたいだった。それもこれもキムチと兄ちゃんのおかげじゃ。しかしあのキムチは本当に辛いの。走りながら昇天するところじゃったわ。おお、無事で何よりだ。それになんだかポカポカするし、体も軽い。前よりも早く歩ける気がするの。あのキムチはどこで売ってるんじゃ。なあ、桜小路にキムチ売りのじいさんがいるんだよ。そこで買えるぜ。そうなんか。こりゃ町内会のみんなにも教えてやらな。激辛キムチの食いすぎで死なないでくれよ。わかっとるわかっとる。それじゃあの兄ちゃん。ばあさんも喜んでくれたし、まあよかったな。一応キムチ売りのじいさんにもみんなが喜んでたことを伝えておくか。なんだ、随分と騒がしいな。伝説のキムチください。僕にも。私にも。私にも。なんだこりゃ、めちゃくちゃ繁盛してるじゃねえか。おう、この間の兄ちゃん、実は急にあのキムチが売れ始めてな、もう大忙しじゃ。ほう、よかったじゃねえか。ただなんで売れ始めたのかはわからんのよな。なんか恋愛成就とかタイムを伸ばすとか言ってる客もおったし。兄ちゃん、なんか知らんか。さあな。まあ現に今売れてるんだしいいじゃねえか。癖になる味だし、きっとリピーターだってつくさ。そうだといいかな。キムチ一つくださいな。おっと、じゃあ俺は行くぜ。
商売の邪魔しちゃ悪いからな。ああ、また来てくれ。いつでも売ってやるからの。おお、この間の兄ちゃん。ん？信号待ちのばあさんか。あんたに教えてもらったキムチ、もう大不安になっちゃってたくさん買ってきたの。そしたらおまけにこのキムチを試供品でもらったんだけど、一緒にどうだね。お、いいね。それじゃ遠慮なく。なん？Thank you.